ウチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は理想的なワルボーの紹介です。ワルボーはタンクとして使うとめちゃくちゃ強いのでおすすめですね。タンクですので S サイズで OK です。そしてステータスをカンストするとこんな感じになります。で特性ですけどもこの3つです。凍てつく波動、突っ込み、根荷物タイプですね。タンクに根荷物タイプがあるとめちゃくちゃいいですよね。そして凍てつく波動で敵のバフを消すことがありますし、突っ込みで眠りと混乱を直します。まあたまに発動なんですけども意外と役に立ちますね。そして理想スキルは守護神、ミラクルガード、お邪魔虫、この3つで間違いないと思います。まず守護神ですね、身代わりと光の波動、癒しの雨が使えます。でタンク2枚で使うことが多いので守護神にしてるんですけども、タンク1枚で使うのであれば守護神じゃなくってジャスティスの方がいいと思います。身代わりとマダンテが使えるので1人の時にはジャスティスでしょうね。そしてミラクルガードで耐性を上げて、お邪魔虫でさらに耐性を上げる、そんな感じです。耐性こんな感じになってますね。混乱と休みはゼロでほぼ効いてしまうんですけども、眠りと麻痺と即死、特に眠りはほぼ効きません。まあたまに効くんですけどもね、135で結構防いでくれます。そしてアクセサリーですけども、目覚めのお守りがおすすめです。これを装備しないと眠り耐性が125なのでちょっと弱くなっちゃうんですよね。ぜひこれを装備してください。はい、ということで今日は最強のタンクの一人ワルボーを紹介しました。最近はねシャンタクじゃなくってワルボーを入れてる人が多い気がします。ぜひ作ってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。